カストレ TV へようこそ。今日は、明の時代から清の時代までの中国の経済について見ていきたいと思います。明の時代以降に中国では農業が発展しています。長江っていう川の下流では稲作を行う国草地帯があったんだけど、明の末期には中流域の古江っていう場所が新たに国草地帯になっていました。 それまで米の生産が盛んだった長江の下流域では、米よりも儲かる桑や綿花やお茶などの商品作物の栽培に切り替えるところが増えていきます。こうした商品作物を使って長江の下流域、江南地域では、絹織物や綿織物などの主工業が発展していきます。 工業が栄えると、それを販売する商業も発展していきます。明の時代には、甲州っていう場所から天津っていうところまでの大運河が建設されていて、こうした商品を扱う国内の広易ルートが整備されていたので、江南地方の蘇州とか甲州なんかが商工業都市として発展をしていました。福建省っていう場所のお茶とか、慶徳鎮っていう場所の陶磁器みたいに、地方の都市でも特産品が生まれていきます。 こうした商品は国内の交易ルートを商人が行き来して中国各地で取引されていきます。商品の取引で交易ルートを行き来して活躍をした商人の中心になったのが三世商人とか紀州商人、新安商人なんていう商人たちです。三世とか紀州っていうのは彼らの出身地のことです。三世商人は主に北部、紀州商人は中部から南部を中心に活動していました。 こうした商人によって商品が中国各地に運ばれたり、原料が工業都市に運ばれて中国の商業や工業が発達していきます。次に農業について少し見ていきましょう。17世紀にアメリカ原産のトウモロコシとかサツマイモの栽培が中国で始まります。トウモロコシやサツマイモは痩せた土地でも栽培ができるので、これまで稲作には向いていなかった土地、産地なんかでも生産ができるようになります。 産地の開墾で食べ物が取れるようになると、18世紀から人口が爆発的に増加をしていきます。人口の増加によって中国は人が住む地域が拡大します。今までは人が住んでいなかったような内陸の辺境の地域にも移住者が増えていきます。ただ、産地の開墾による環境破壊が起こったり、人口の増加に食料生産とか高地面積の拡大が追いつかなくなると、生活水準が低下する農民も生まれてきてしまいます。 人口の増大で農業をやめて商工業を始める人も増えていくので産業や海外貿易も発展していきます海外貿易が発展すると人口増加で増えていた移住者は中国の内陸だけではなくて貿易の相手国である東南アジアにも拡大移住する人が増えていきますこうした移住者は家境っっててて呼ばれて東南アジアジにやってきた中国人商人商の貿易の相手ををすす。るみたいいな仕事を行っていきます貿易についてなんだけど明の時代は超高貿易 つまり中国の家臣として貢ぎ物を持ってくる国との物の,のやり取り貿易のみを中国は認めていて民間の商人が海外に船を向かわせて自由に商品を交易する自由貿易っていうのは禁止していましたこれを解禁政策って言いましたよね民に代わって成立をした清は明の残党が台湾にいた時には貿易は制限していたんだけどそれがいなくなると解禁政策を緩和して国際貿易が発展していきます 中国の広州や上海、アモリなんていう港から日本や東南アジアまでを結ぶ商品流通ネットワークが整っていきます。清からは絹織物とか陶磁器のような特産品が輸出されて、東南アジアからは米や海産物などの食品、香辛料、鈴みたいな鉱産物、インドからは綿織物なんかが輸入されました。日本からは干しアワビやフカヒレみたいな高級中華料理の材料になる海産物が輸出されています。 そしてこの海外交易ネットワークにヨーロッパの商人たちが参入していきます。ヨーロッパ人たちが欲しがったのはお茶や生糸、陶磁器などです。その代金として中国に持ち込まれたのが銀です。銀が中国に大量に流入をして商工業が活性化していきます。貨幣経済が農村にも浸透して銀で納税をするなんていうことも行われていきます。 先ほど説明した商品作物がたくさん作られていく。農民がお金を儲けようとする背景には、貨幣経済の浸透とか税の銀農化っていうのも影響しているんだよね。でも、この後密貿易が横行してしまったこともあって、建立帝っていう皇帝の時代に、秦は貿易を制限していきます。まず、貿易を行う場所を江州っていう港に限定します。そして、貿易ができる中国側の商人も江港。 古本っていう、真から貿易の許可を受けた特定の商人の組合だけにしました。イギリスは中国のお茶を紅茶にして飲むのが流行っていて、お茶の需要がすごく高いので、どうしても中国とは貿易をせざるを得ません。ただ、貿易ができる中国の特権商人は、ヨーロッパ人が貿易することのできる相手が自分たちしかいないっていうことを知っているので、値段を釣り上げたり、態度が良くないんだよね。イギリスは中国に対して対等な自由貿易を求めていくんだけど、認めてもらえません。 中国の貿易って中国の皇帝が一番偉いっていう意識があるので、超高貿易的な中国の皇帝に周りの国が貢ぎ物を持ってくるっていう上下関係がある貿易なんだよね。だから当然自由で対等関係の貿易っていうのは認めていないので、イギリスと清との間で貿易をめぐる対立が生まれていくんだけど、このあたりの中国とイギリスの対立はまたアヘン戦争の動画で見ていきましょう。 貿易などを通じてアジアの物品がヨーロッパに運ばれて、アジアの文化がヨーロッパに紹介されると、陶磁器や布などのアジアの物品が調度品やインテリアとして流行していきます。特に陶磁器を代表とする中国の物品はヨーロッパですごく人気で、美術や建築でも中国の作風を取り入れた中国趣味、シノわずりっていうのが流行したほか、朱子学などの思想もヨーロッパ人に影響を与えたりしています。 現代だとイメージしにくいんだけど、17世紀のヨーロッパの貿易はアジアの物産を輸入することがほとんどで、ヨーロッパがアジアに輸出するものは少ないっていうのが特徴です。どちらかというと、中国の方が豊かで進んでいたっていうのが今のイメージとは違うので注意しなければいけないと思います。はい。ということで、17世紀、18世紀の中国の経済について見ていきました。本日のまとめ、こんな感じになります。 農業、商業工業の発達そしてそれを支えた公益ネットワークが構築されたこと秦の時代には海外貿易が発展していってヨーロッパとのつながりが生まれますそして秦が貿易を制限する動きを取ったことによってイギリスとの対立が生まれていくんでね。民やのの経済の大きな流れを捉ええつつ抑えていくようにしましまょう。ということで本日の内容は以上です。本日もごご視聴ありがとうございました。